法満神社は、滋賀県愛称町にある神社である。越川駅から南方に、約2キロメートルの場所に位置する。境内にある竹で旗竿にすると戦いに勝つと言われ、旗神さん、お旗さんという呼び名で親しまれている。また、大国主名が祭神であることから、縁結びの神として、古くから信仰を受け、近年では、女性の養子向上として、 全国的に珍しい美人祈願が行われている。創始された年代は詳しく判明していないが、延長8年に社殿が改築された胸の胸札が残る。1378年に鋳造された金にある、名文より古来から、周辺の地域の氏神であり、皇室からの厚い数計を受けていたとされる。神宮皇后の軍隊が、三冠征伐で境内にある竹で作った軍旗を、 自参して勝利した伝説があるため、旗神様として、源頼朝や豊臣秀治など多くの武将が、宝満神社の竹を好んで戦勝の祈願している。江戸時代には、いい死が厄よけの祈願をしたことにより、厄よけの神としても知られるようになる。1868年に宝満大明神から宝満神社に改称し、1876年に孫者、 1881年に、豪舎、1930年に賢者となる。近年では、法満という名称から、女性のスタイル向上のご利益により、美人祈願の女性が訪れるようになった。境内者として、拙者の住家神社、八大流王社と抹社の津島神社がある。ありがとうございます。